こんにちは。最近アイカツのアニメが再放送されているんですけど、それを見てたらアイカツにすごい再熱してきてしまって、昔集めたカードを見返したいなと思うことが最近時々あったので、今日はカードを振り返りながらご紹介もできたらいいなと思います。懐かしくてテンションが上がっちゃうんですけど、これアイカツのいちごちゃんが好きだったブランドのエンジェリーシュガーのバインダーになります。裏にいちごちゃんがいます。これなんてコーデだったかね。まずバインダーを開くと、ここに可愛いいちごちゃんがいます。で、こっちにブランドのチェックシートが入っています。エンジェリーシュガーのバインダーなので、エンジェリーシュガーのコーデがいっぱい載ってます。スイートレストランコーデがすごい可愛かったんですよね。ピンクで色違いもあります。こんな感じでいっぱいいちごちゃんがいろんなコーデを着てくれているシートがついてて、ここからカードになっています。これは私が一番好きだったオーロラキスコーデ。やっぱりプレミアムカードはキラキラがすごくて豪華ですね。こちらがエンジェリージェミニコーデ。こちらが乙女ちゃんのロリポップタウルスコーデ。ちなみに私の好きなキャラはいちごちゃんと乙女ちゃんとマリアちゃんです。フルーツが盛りだくさんなスカートがとっても可愛いです。ゆりか様のナイトメアカプリコンコーデ。いちごちゃんのカードが多いですね。こちらがチャオの付録だったスイートレストランコーデですね。こちらのカントリーガーデンワンピが白雪姫みたいで可愛くて、結構ゲームで着させてました。色合いがすごく可愛いので、カードを眺めてるだけでも楽しい気分になりますね。ここからアイカツスターズのカードになります。これがマクドナルドのハッピーセットのおもちゃと一緒についてくるカードなんですけど、ランダムで集めるのにすごく苦労した思い出があります。ここからちょっとだけプリキュアになります。ゲームで遊んでカードが出てくるっていうのがあったんですよね。これがアイカツショップで買ったファン証明カード、ゆめちゃんとひめちゃんのを買いました。ここからドラゴンボールです。ドラゴンボールは2年ぐらい前にすごくハマってグミをよく買ってましたね。ちなみに私が一番好きなのはピッコロさんです。かっこいい。トランクスもかっこいいし、やっぱり悟空もかっこいいですね。やっぱりベジータがすごい、これベジータ4枚もある。いや、ベジータもすごい好きだったんですよ。これ確かソーセージについてたカードかな。ソーセージのこのピッコロが全然出なくて、頑張って買ってこのベジータ4枚とクリリンが4枚被るっていう。これも、あ、こっちがソーセージかな、ちょっと忘れちゃったけど、これも大好きなピッコロです。という感じでカードを紹介してみました。とっても
ちょっと見にくかったかもしれないんですけど、すごく思い出の詰まったバインダーで、これからも大切に時々見返しながら楽しみたいなと思います。それでは最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。